こんにちは、私は宇宙人です。今日も宇宙を旅していたら、地球という星でこんな面白いものを発見してしまいました。あなたはもう知っているかな？はい、今回は1984年に公開された宮崎駿監督劇場版スタジオジブリに関連する映画作品風の谷のナウシカをご紹介します。科学文明を崩壊させた火の7日間という最終戦争から1000年激しく汚染された大地は異形の生態系で覆われていました。海も大地も汚染され荒廃した世界の中で巨大な菌類の森、不快や、無視と呼ばれる巨大な昆虫たちが住んでいました。人間同士の争いが絶えない中、風の谷に住む16歳のナウシカは、人と自然の歩むべき道を求め、懸命に生きる姿が描かれています。風の谷のナウシカは、もともと宮崎駿監督の漫画で発表されていた作品です。アニメでは描かれていなかったシーンがたくさんあるので、まだ読んだことのない方はぜひ一度、読んでみてくださいね。皆さん、ここまで見てくれてどうもありがとうございます。よかったらあなたも、感想や好きな場面やセリフなんかをコメント欄に書いてみてくださいね。それではまた遊びに来てください。サンキュー。スペシャルサンクス。プリーズ、サブスクライブ、登録、チャンネル登録。登録したら面白い。きっといいことあるみたい。あなたと私一緒に宇宙を旅します。宇宙の果てからこんにちは。面白いもの見てみたい。たくさんいいもの見てみたい。友達少ない僕だけど、あなたと一緒にどこまでも。また遊ぼうね。冒険しましょ。そうしましょ。また、遊ぼう。バイ。